クロックタワー、今朝久しぶりに風呂入ったわ。どうもラッキンです。もちろんね、シャワーは毎日入ってますよ。それではね、今回やるゲームはこちら。かなりね、クロックタワーに影響を受けていると言われている作品です。それではニューゲームスタート。このおばちゃんが主人公かな。さあ始まった。子供が行方不明、この地域で行方不明になってんのね。クロックタワーもそんなような話だったよね。物悲しい感じの設定は今じゃないのかな、ちょっと古いような感じが。古びた公園、整備されてない、タイヤもハイタイヤが破棄されて放棄されてる。風でこれ動くかな。シーソーももう遊具が全部くたびれてる。もう砂場とかでもうね、猫の糞だらけだからね、子供に遊ばせたくないような、もうおしゃれな感じだけど結構尺を取りますね、このオープニング。カメラを引いて、あ、ここで主人公が来るのね。お、結構渋い感じのお姉さん、おばさん、おばさんだよね。さあ、子供を探しに来てるってこと。可愛いのか可愛くないのか微妙なところの、顔はリアル、グラフィックはすごいですね。この窓の質感もちょっとくすんだ感じね。さあ、なんだろう、ここまで尺を取るのは、まあ、ここからいろいろねあるんでしょうね。もう山奥って感じですからね。おお、食いすぎる食いすぎる、いきなり来たわ。さあ、こっから、これはこのおばちゃんが乗ってきたバンだよね。この建物かな、まあ、ホラーゲームといえば、まあ、洋館っていうね、もう昔からの鉄板の。ここは入れない。ここも道がないかな、逆側かな。木登っていくとかそんなアクティブな感じではなさそう。こっち行けるよね。こっち行って、いやでもグラフィックは相当綺麗ですよね。ほんと最新鋭のグラフィックっていう。ここか。もうチャイムも古いね。不気味。ひたすら不気味。おばあちゃん肌は綺麗。Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but...Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? 切られた。Anyone? Ame. だいぶ時間が経ったってことかな。また物悲しい曲が。鍵をそこに置いてくっていうね、不用心。そして主人公が見てる。大雨じゃん、めっちゃ雨降ってる。
いや、不法侵入だよ。いいの？まあ、ここの家の主が悪いことしてたら、まあ、しゃあないにしてもね。いや、もう怖い、もう不気味、この音からして。なんでヒール、運動靴履いてきなよ。胸ばっか強調した服着てさ。うわ、またこういう曲が余計怖くするよね。どうしろと、とりあえずいろいろ見て回ろう。あ、一応引き出し開けれんのかな、これ。大したものは。もう金目のもん全部持ってこ。一応ダッシュもできますね。これはブレーカーか。何これ、ペットボトルみたいなの放置してんの？え、何この針？これ攻撃用のやつかな？どこ行けばいいんだ？チェスがバラバラに。チェックメイト！それが言いたかっただけです。もう相当金持ちだよね。これは瓶。ちょっと上行ってみようかな。この曲の元に行け的な感じなのかな。上っぽいよね。引き出しは忘れずに。瓶も本当になんか取れるもん全部持ってってる感が。泥棒ゲーム、もしかしてこれ。あ、なんか近くなった、近くなった。もういいよ、持ってこ。もう罪悪感なくなったわ。引き出しがやたら多いからね、ちょっと開けないわけにも。すごい重要な鍵とかあっても困るし。あ、これは隠れる。そういうゲームね、やっぱりそういう要素があんのね。持ちきれない。誰か、誰かいますか。ちょっと待って、びっくりした。イベントか。ミスス・フェルトン、誰か、誰かいるの。あ、いる。この、何？顔、なんで傷ついてんの？いるじゃん、いるじゃん。お風呂入ってんの？あー、もう何これ、気持ち悪い。ちょっと気づくの遅いのに。バカ、バカ。相当臭いからわかるでしょ。匂いもしないぐらい気が立ってんのか。うわぁ、牛ももエキス吸い尽くしたんじゃないの。なんでどうする、どうする。ここで死ぬんじゃない、主人公。ほらほら、もう積んでんじゃん。ベッドの下、ベッドの下。ああ、そこか。早く。おお、ズーム、これでズームができるのね。こんな汚ねえババア見たくねえよ。目覚まし時計が
目覚ましテレビのあれみたい。What happened, my dear? The record player got jammed again, right? 何こいつ裸エプロンじゃん。I know. キモ。Keep on telling me we need to buy the new gadgets on the market. Promise, promise, promise. How can I say no to you? Now get some rest, love. My little Jennifer. どのタイム？舐めてたよ。相当ま苦いよ。舐めたことないからわかんないけど。さあこっからエスケープ、もう逃げるのね。しゃがみはできるし、ライトもつけれる。よし。もう臭いよね。もう虫ももう吸うとこないでしょう。これはね、新婚の時の写真かな。ボクさんがなんかで死んじゃって、それをね忘れられずに、ああいう感じにね、まあ、結構サイコホラー系にはありがちな。さっきおっちゃんが、裸エプロンのおっちゃんが入ってた浴槽、水入ってんじゃん。ここになんか落ちてる、光ってるもの、鍵かな、ハンドスピナーみたいのが落ちてるよ。トイレもなんかうんこが、うんここびりついてる。あ、これはちょっと聞こえるんだけど、声が何撮ったの。ベースメント機、あ、地下の鍵ってことね。声近いよ。出るか、たらやばいよね。いるジジイ。怖い。これで引き出しも、引き出しのものは一応漁っておこう。使えそうな、これは、あ、これはプチエレベーターみたいな、よくホラーゲームにあるね。これはこの針はなんかハンターハンターのイルミが持ってそうな。さすがに走ったらバレるよね、これ。まずいかな。長沢くん、長沢くんみたいな壺がある。怖い、曲がり角が怖い。大したもんないな。とりあえず地下の鍵を手に入れたから、地下に行けばいいのかな。声が聞こえる、声が聞こえる。近い、もしかして。階段はどこ。あ、ここか。いやー、ちょっと待って待って、それはずるいって。 Stop, you stupid bitch. 待って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 、ライト消して。ここ入れ、入れない。戻るか、一旦戻ろう。足で負けるか、これ。どっか、さっきの場所、ここどか。ダメか。そう、一旦戻ろう、一旦戻ろう。ここ戻って、よし、これで大丈夫なはず。うわ、またババア。バレてない、バレてないね。うわ、近い。なんで俺、キープクライム、これ円の外に出ないようにしないといけないやつね。地味だけど。消えた、消えた、消えたかな。足音がするんだけど、まだはまってない、もしかして。出るよ、出るよ。よし、逃げよう。地下ね、地下に行こう。もう見つからないように。
ライトはつけない方がいいかもしれないけど、ちょ見栄え的にね、暗いと映像的に見づらいんで、動画的にね、いませんように、いませんように。立ってもしゃがんでもあんまり変わんないな。多分ダッシュはまずいと思う。ちょっと血が、わ、体と顔がボロボロ。ここ要注意。ここさっきだから、基本タンスとかクローゼットとかに隠れるっていう。よし、よしよし、大丈夫。ここ何階？まだ階段あるね。うわ、なんか音したぞ。よし、降りよう。とにかく降りよう。ここ地下っぽいかな。まさかここにいないよね。あ、鍵は？開かない。これ鍵を持ってたら自動的に開けてくれんのかな？それとも、鍵を選んで、もうなんか開けないと気が済まない感じが、なんか後々損しそうな気がして。ここで、タブキーじゃなくて、あ、これで、選んで、来た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 、よし。きっと閉めよう、きっと閉めよう。さあ、ここは洗濯室、相当広いよね。この少人数で住むような家じゃないよこれ。あ、包丁ある。これは強いだろう。ここは開かない。ジジイが、あ、これあれじゃん、さっきの場所とつながってる。これなんか使うんだな、きっと。これは武器が取れんのね。あとは大したもの。これはなんだ、シャワー室だったやつか。あ、ここにいざっていう時に隠れれる。なんか足音する。近くにいるな。え、いない？いるような。大丈夫か。うわ、怖えー。ジジイいないよね。ライト消しとっか。見えない。くっそー。待て、ダメだ、逆逆逆逆。だー。死ね。ゴミ。一旦引こう、一旦引こう。ここに隠れよう。危ねえ。武器はこうやって使うのね。捕まった時に使うってことか。ジジイ、早くいなくなれ。さすがにバレてないだろう。あ、なんか難しくなってるこれ。うわー、ジージーめっちゃ見てくる。
吐息臭かった、めっちゃ臭い。まだ足音する。早くいなくなれよ。大丈夫かな。よし、出よう。しゃがんで気配消していこう。武器が落ちてる。よし、拾って。もういないよな。でもここに地下に鍵あったけど、地下の鍵あったけど、あんまり大したものが、大したアイテムがなかった気がするんだけど、他に漁る場所あんのかな。怖え、もう怖くて口も回んないよ。それは関係ないんですけど、あ、なんか光ってる鏡が。何これ。鏡さん、セーブ。あ、これでセーブできるんだ。パワーアップってあるけど、これはまだできないのね。これでセーブ。もうすごい傷だらけ。あ、セーブできた、やった。この先漁ってみよう。ここは開くかな。開かない。ここは開かねえぞ。ここで、いった、マジかよー。不可避だろ今のー。そう、追ってきてる。いや、来てる。またこっか。This house is not open to the public. まだ見つかってないよね。なんかさっきより難しくなりそう。キープ難しい。くー、どこに来るのかわからないからな。もう行ったかな。いや、あんまり焦ると、このパンツ、大量のパンツ、あいつのパンツか。あいつ裸エプロンだからいらねえだろ。出よう。くそ、なんでこんなとこに。窓から出れないの。出口はないのかい。簡単に出れる。逃げよう逃げよう。朝まで、あの、なんかメイドが来るまで待っててもいいんじゃないの。ちょっとやめておこう。最新の注意を払って、まあ、セーブはしたから、こっから始まるっていうのはまだいいけど。ああ、もう喋れないよー。なんだあいつ、なんであんなとこにいる。なんだ、バグってたぞ今。あの中にいるな。隠れておこう。こっちでもなんかありそう。ここ開けてみよう。ここ開くか。あー、いたー。閉めて。よし、ここはキッチン。汚ねえな。リンゴでも新鮮なリンゴがあるよ。お、なた、いいじゃん。これでもうあいつの首スパーンって取れんじゃん。引き出し、引き出しゲーだね、これね。もう実
況者の喋る引き出しがなくなっちゃうよ。この引き出しあると。早速寒いこと言ってしまいましたが、武器が豊富に、反撃はできるってことね。武器さえ持ってれば反撃はできる。ここは扇風機もあるよ。武器になりそうなものはいっぱいある。もう出ないかい。ここは鍵かかってんのね。ライトつけて、うわ虫いるじゃん。あ、なんかある、なんかある。おい、何やってんのよ。あ、これで取れんの。今の気づかれたんじゃない。何これ、電話の受話器みたいな。やばいやばいって、来てるって来てるって。来てる来てる。うわっ、バレてない。うわっ、半ケツ、ケツが、ケツが丸見え。あー怖かった、いろんな意味で怖かった。いなくなったよね。あんなの見せられたら困るよ。反応に困るよ。これは？あ、ここで？あ、これをつけようのか。おお、ピタッと貼っつけて。そんなうまくいく？え、なにこれ？うびれー！虫が！臭いわ。取ったね。フィルム？フィルムってことは？さあ、とりあえずせ。やばい、やばい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 よ。どうしよう、あいつ来てないよね。これは写真、子供の写真、誰、何、子供、息子。おお、ちょっと、なーに、バーカ、拾えそうだし。何拾ったの。Who's playing around in my house? バレてないバレてない。すげえ。すげえすげえ。セーフ。おお、よかったー、あぶねー。あいつの後をついていこう。like we have some company. よし、セーブ、よし、セーブ。さあ、今日はね、今回はね、一旦ここでお開きにさせていただきたいと思います。また見てください、パート2、後編に続きます。それではまた見てください。バイビー。